それでは水曜の宅建スタートいたします。こんにちは、宅建宮崎塾の宮崎石原です。本日は6月の28日水曜の宅建のお題は、権利関係で高得点を取る、ずっと連載してきたその権利関係の最終回になります。過去10年間12回の本試験で3回以上出題されている超重要ポイントを連載してきました。今回は区分処理法です。この連載をご利用いただいている皆様の中には、あ、ここが本当に一番繰り返しよく狙われている重要ポイントなんだと改めてね気づかされた方も多いと思うんです。で、特にね、まあ、今回は建物区分処理法を扱うんですけども、一般の市販書籍には実はね、あまりこう載ってないようなテーマが最も多く出ていたりする。まあそれがですね、その一般的な教材の主観文と、それから実際の本試験の客観面とのこうズレがねあるんだってことね、まあ気づいていただけるといいかなと思います。で、学習するときに、私は基本的にはそのテキストを学習しましょう。講義をしっかり理解しましょう。で、テキストと講義で理解したことをテキスト見ながら過去問題を照らし合わせて学習して、どんな風に問われるか、テキストの周辺知識も合わせて確認しながら問題集活用しましょうというスタンスなんですけども、その過去問題で出ているところの出題回数が多いものは、もうこれは最優先で学習しなければいけないことは間違いありません。で、裏を返せば、今の宅建試験は権利関係や法令上の制限については過去問題で1回しか出ていないものと3回以上出ている問題は重要度に大きな開きがあります。で、まず3回以上出ているものを最優先で攻略し、そして2回出ているものを次にこう一通り押さえると。で、1回しか出てないものについては、まあ余裕があったらぐらいの対応でも十分かなと思うんですよね。過去問のリピート率が以前と比べて随分と下がってきてますから、今の最新の傾向に合わせた受験対策でね、ぜひ効率よく得点アップ励んでいただければと思います。はい、それから合わせましてね、超特急合格講座の教材セットで7月からこう一緒にですね合流される優勝教材生の皆様、心に感謝申し上げます。印刷物の発送は7月の下旬になってしまうんですけども、先行提供しているですね、こう権利関係のこう資料ですとか動画とかね、まあ、専用チャンネルであるんですけども、今日ですね、今までのおうちで宅建の自宅学習教材セットの方と、それから夏から合流される方とね、どちらでも提供させてもらうものなんですが、超特急合格講座の法令上の制限、都市計画法、そして建築基準法と撮影を終えましてね、それで明日ですね、その後法令上の制限の残りのですね、農地国土宅造区画整理処方令、そして地方税国税と行きまして、まあ、地下工事環境化、まあ明日ね終わればそこまで行ける、まあダメだったら明後日もということで、まあそれで今日ね、ちょっといつもとね、仕様が違う、そんなね生放送になってますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、チャットの方はね後で拝見させていただきます。本日の資料についてはこちら、ストアーズ宅建宮崎塾で期間限定で無料でダウンロードすることができます。ぜひですね、こちら無料提供の期間中にダウンロードしていただいてお役立ていただければなというふうに思います。基本的には水曜日の生放送の翌日の木曜日いっぱいです。まあ私がですね、そのままの設定変更するのを忘れちゃってそのままなってることもあるんですけども、基本的にはその翌日の木曜日いっぱいまでですね、期間限定無料ダウンロードというのが基本スタンスですから、ご了承ください。で、優勝教材ご利用の方はですね、期間過ぎた後でももちろん提供させていただいておりますので、優勝教材生の方はご安心いただければと思います。はい、ではこちら本日の予定なんですが、22時まで予定をしています。7月の1日には宅建業法のね会場講義があります。講義後は宅建業法の、まあ、勉強会を兼ねたお茶会、そして8月のね13日のこう通信販売予定しているので、これ告知だけです。まだちょっと具体的な案内ができなくて申し訳ありません。で、教材セットですね、こちら今3万3000円でこう予約販売で期間限定の割引で提供させていただきますので、ぜひね本当お得だと思いますね。はい、ぜひご利用ご検討いただけましたら幸いです。はい、それからですね、こちらサクッと3分取りなんですが、本当は昨日私誕生日だったこともあってですね、今日のタイミングでプレゼントキャンペーンを行いたかったんですけど、ちょっといろいろやることがあってですね、終わらなかったので、次回ですね、すいません、次回プレゼントキャンペーンの案内したいなと思いますので、すいません、今日楽しみにしていただいた方申し訳ございません。次回にはね、プレゼントキャンペーン、はい、行いますので、どうぞよろしくお願いします。すいません。はい。サイン本でね、お届けしたいなと思っております。うん。こちらですね、サクッと3分トレなんですけども、今、都市計画法の連載をしております。
もうお気づきの方もいらっしゃるかな。過去問題で繰り返しているような本当重要なポイントをこうどん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 攻めてますから、毎日こう見逃しなく続けていただけると、もうね、過去問題集何回も繰り返してと同じぐらいの、あるいはそれ以上のですね、学習効果があると思いますので、ぜひねサクッと3分トレお役立ていただければなというふうに思っております。はい、楽しみにねこう勉強していただけると嬉しいですね。はい、会場講義なんですけども、7月の1日ですね、もうちょっと10名様を切っちゃってるんですが、あと6、7名様募集しておりますので、もしよかったらご参加、ご連絡いただければなというふうに思っております。で、宅建業法前回も案内したんですけども、前回と同じになっちゃうんで、今日はね、紹介だけしますけど、過去問題の丸暗記で解けるんだったら、じゃあ、一昨年までの本試験問題のその10年分ぐらいをね、こう横に置いて、見ながら去年の問題解いてみてくださいと。うん。で、自分の頭の中に入っている知識ね、こう、なしにして、で、照らし合わせて解いて、で、実際ね、こう、解ける問題、解けない問題、何問あるかなってなったら、もう客観的にこの数値が出てきます。ね、もう客観的な事実として、過去問題暗記勝負で確実に解れるのは20問中13問だったと。で、発想上で過去問なかったものが、こう、3問あったと。で、残りの4問、少なくとも4問については、その過去問題とは問われ方が違っていて、正解率も結構低めで、受験生が現場勝負で結構苦戦した問題ですね。まあ、この問題番号もピックアップしますから、検証していただければなというふうに思います。で、ここね、差が出るんですよ。その過去問題だけやっとけば、ここの部分が取れる方は過去問題だけで受かる。でも、過去問題をしっかりやるだけでは、ここで取れない方は過去問題だけやってて、本当大丈夫なんですかってことを一応ね、検証していただければな。まあ、この辺は、問題文を読み取る力、その言葉を理解する力、推論する力とか、応用力、いろんなものがね、こう総合的に試される部分が、こう、加わってくるので、本当個人差が大きいところです。この青い部分ね、真ん中のね。で、ここが取れる方は過去問題中心でも押し切れる可能性は、十分あるんですけども、そこが難しい方は、勉強法を工夫しないと、宅建業法を必死に過去問やったのに、20問中の13点、14点、15点でした。まあ、実際そういう出方になってるわけですから、まあ、そこはそうだよねって話になっちゃうので、あらかじめですね、自分に合った学習を、こう、組み立てるのがいいんじゃないかなと思っております。こうやんなければいけないっていうのはないんですけどもね。はい。では、こちらはですね、宮崎塾の会場講義のご案内ですね。うん。まあ、1点だけですね。前回、前々回と同じなんですけれども、超特急合格講座の教材セットは、ここの3、8セットはここから下ですね。8月の下旬以降が含まれておりますけれども、8月の中旬の東京で開催する8月13日、合格特区、それから大阪で開催する8月の11、12、こちら含んでおりませんので、ご容赦ください。はい。それから9月の16、17、18の大阪宮崎塾も、この教材セットには含まれておりませんので、これ撮影自体を行わない大阪のね、こう、合宿的な講座になるんですけども、こちらの方はね、含まれておりませんので、これもね、ご容赦いただければと思います。まあ、こちらだけね、単回参加もね、ものすごい合格率が高いクラスになりますので、本当ね、毎年毎年アベレージでですね、コンスタントに合格率が、こうね、こう高いクラス、そうそうないと思うので、もしよかったらね、ぜひご参加いただければなと思います。まあ、去年はちょっとね、不発になっちゃったんですが、一昨年とか3年前とかは、もう前の2列の方も全員受かるぐらいの、まあ、そういったね、伝統もある。まあ、去年、ごめんね。これ絶対受かってもらうからね。はい。そうなんだけども、うん。本当ね、こう、そういうクラスですね。よかったらね、ご参加いただけると嬉しいかな、というふうに思います。で、去年言ったらですね、まあ、その、最前列で争うような、あんま言わない方がよかったのかな、というのちょっとありますけども、まあ、ぜひね、はい、ご参加いただければ、もう教室どこにいてもね、ご参加できますんでね、はい、合格勝ち取っていただけたらな、と思っております。よろしくお願いいたします。うん。本当ね、今の時期になるとね、学習方法不安になる方多いと思うんですよ。で、その時に一個お願いがあるのは、あれもこれも手を出さないことです。あれもこれもと手を出さずに、まずは目の前の教材をしっかりとやること。で、あと6月が、じゃああと2日ぐらいあるんだと。じゃあ本当6月に予定してたのが何なのか。6月中に法令上の制限、税覚悟を仕上げるんだれば、残り2日でできる範囲でしっかりとね、こうやりきると。で、7月からは、宅建業法に入るとか、その、スケジュールをですね、ある程度こう決めてるわけですから、スケジュールをこう、後にこう、押せ押せでね、こう、しないこと。これが大事ですね。もうリスケするんだったらもう今回が最後ぐらいで、もうね、いつまでにこれをやる、いつまでにこれをやるって、その期間内で、より重要度の高いダブルランクの太字とか、ダブルランクの本当大事なところが片付いたら次 A ランクとか、そういうね、組み立てをしていただきたいな、というふうに思っております。
はい、権利関係についてのアドバイス、まあ、今回がね、これ一区切りになるかな。次回は法令上の制限のアドバイスにこう移っていきますけども、過去問題の丸暗記ではなかなか対応できない問題が多くなってきました。実際の過去問題からの焼きなしはこのような状況になっています。ですので、その受験生の方は過去問やれば受かるよっていうのはその誤解をしない方がいいですね。で、過去問やれば受かりやすいっていうのは、まずほとんどの受験生が過去問題をベースに学習を組み立てるし、ほとんどの教材が過去問から教材組み立てられているから、過去問題をやっておけば周りの受験生に競り負けることはないと、まあ、要はボーダーライン上の戦いには参加できるし、で、過去問題のその習熟度が他よりも高ければですね、こう頭一つ抜け出せるから合格点が取れる、まあ、そんなイメージが過去問題集なんですよね。ただ過去問題をやっとけばその50問の問題がほとんど全部取れるかとも全然違うと、そういう時代ではないんだよね。まあ、権利関係なんかも特に党の1番から党の10番の民法のところは過去問題から焼けなしほとんどないわけですから、まあ、そこのところは勘違いをしない方がいいんですよね。で、そうすると去年の問題なんかもその直近10年とか12回分の本試験のね過去問に載ってないところも問題文読んで考えれば解けるじゃんと。で、東洋3番なんか選択肢1も2も3も4も宅建式発送状だったんだけども、まあ、普通に読んで解けるでしょと。ね、令和4年の4月の1日から18歳が成年者になりました。で、成年者は保護者になれますと、ね、こう後見人の結核人には該当しない、丸じゃんってね。で、それが打てる人はいいんだけど、できない場合にはちょっとね、そういったことも含めてやることをこうちゃんとやっておかないと本試験で点が取れないということになりますから、まあ、この辺も個人差がありますので、実際ね、こう自分がこうどのぐらいね本試験対応できるかによって過去問題だけでいける場合と過去問題だけでは厳しい場合が当然あるから、まあ、そのところはね、自分のこととしてやっぱりこう何を学ばなければいけないかってことをね理解しておいた方がいいかなとは思っております。うん、なかなかねその客観的な分析っていうのがね出てこないんでね、なんかかっこやれば受かるっていうのは別に間違ってるとは思わないんだけども、ただ本当に過去問だけでその再現性がある、まあ10回受けたら10回受かるような状態作れるんですかっていうと、みんなにみんなねそれ当てはまるわけでは私はないと思ってるので、再現性がどのぐらいあるかってこともね含めて考えてもらっていいかなと思ってます。で、この区分処理法については大事なポイントなんですけども、これ見ていただくとお分かりいただけるように通常のですねその区分処理法のところで強調されているところと少しずれてませんか。うん、実際の本試験で直近10年で一番よく出てるのはここの部分なんですよね。もちろんね宮崎塾のテキストではこれ全部載ってますし、全て太字で載ってます。ちゃんと過去問題に客観的に対応させてますので、だからその宮崎塾の教材の場合にはテキストをちゃんとこうやっていただければ、太字のところをやっておいていただければ別に過去問やらなくていいですよっていうのは、その過去問題でその2回3回以上出ているものは全部テキストの中に太字になってるから、教材でも学べるから、その過去問題に必要性がかなり下がるんだよね。だけどこれ2番目のところね見てね、管理処理ってなんだって思った方いません？でも見てくださいよこれね、ここ直近の7年かな、これ28からだから直近のですね7年間で3回も出てるんですよ。ね、それが重要なテーマとして認識できてないことに実はもうエラーが発生しているということを理解してほしいんですよね。出題可能性がめちゃくちゃ高いのに、え、何これってなってること自体がなんか勉強がずれてる可能性があるからね。だから過去問題を使って学習する場合には、その過去問題でその繰り返し繰り返し出てくるところをちゃんとそこのところを学習時間を増やすとか、そういうのも意識しなければダメなんですよ。ただ漫然とね過去問題し繰り返すだけじゃなくて、本当よく出てくるその重要ポイントをね、そのしっかりと理解する、周辺知識問われ方が変わっても対応できるようなね学習をねぜひ心がけていただければなというふうに思っております。はい、テキストではねこの辺が対応してます。はい、では具体的にちょっと問題見ていきたいと思いますので、はい、こちら解いていきましょうか。はい、3問ですね、こちらです。はい、正解率低いでしょ、びっくりじゃありません。過去10年間12回の本試験で最も多く出てる、いやこの過去10年間でこれ3回目に出てるね選択肢なんだけど、この題目、まあ他の選択肢2つの兼ね合いもあるんだけどすごい低かったんですよ。だからね、その重要ポイントをしっかり押さえるってことがいかに重要かってことね、はい、ここで気づいてもらえると嬉しいです。はい、じゃあ解いてみてください。じゃあチャット拝見させていただきます。まずはね挨拶だけすいませんさせてください。はい、あ、たくまさんありがとうございます。トップバッターありがとうございます。お、山さんありがとう、散布トレ感謝申し上げます。太郎さんありがとうございます。お、いいですね、サクッと散布トレ楽しいでしょ、ね、こうしっかりとねイメージで理解を捉えながら
宅建試験の最重要ポイントを押さえていけるね、まあ、そういった構成になっておりますので、ぜひお役立てください。はるはるさんこんばんは、えしげさんこんばんは、ゆうすけさんこんばんは、すけけさんこんばんは、れいさんこんばんは、飯田さんこんばんは、よろしくお願いします。しまさん、おお、そう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 、まもなく出願なんですよ、いよいよね。うん、次回の生放送の時にはね、案内させてもらいます。まあ、あのツイッターでも案内いたしますのでね、はい、ぜひリツイート通してください。感謝申し上げます、ありがとうございます。えもさんこんばんは、めこさんこんばんは、ひろさんこんばんは、たまぽんさんこんばんは、たほさんこんばんは、うん、あ、ありがとうございます。超特急合格講座、ぜひね、合格にお役立ていただけたら嬉しいです。一緒に頑張って絶対合格化しとってまいりましょうね。はい、かはさんこんばんは、えそけさんこんばんは、みささんこんばんは、とびぷさんこんばんは、はい、まめさんこんばんは、あ、ひばらさんありがとう、こんばんは、うん、あ、いいですね、うん、ぜひぜひこれから一緒に戦っていきましょう。もしさんこんばんは、すーさんこんばんは、マリさんこんばんは、エミさんこんばんは。お、そうなんですよ、あのこれね、バッグはあの超特急合格講座のための背景で、あのつい先ほどまで撮影していて、明日も撮影するんでね、あのまあその流れで今日は本当レア回ですね。あの背景はレアな、はい、生放送水曜の宅建になってます。水曜の宅建だからちょうどね、あのブルーバッグでいいでしょうね、ブルーのバッグでね、いいなと思ってね、ありがとうございます。ひろかさんこんばんは、ありがとうございます、あ、ありがとうございます、うん、はい、7044さんこんばんは、きかこさんこんばんは、まいろさんこんばんは、ありがとうございます。いいよね、もう今年ね、もうぜひね、合格化しとってほしいです。ありがとうございます、うん、頑張っていきましょう。しょうゆさんこんばんは、ペリーエリーさんかな、ペリーエリーさんこんばんは、ありがとうございます。おお、なるほど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 、おお、そうだね、あの暗記で解ける問題は覚えてれば解けるんだけど、そのちゃんと問題文に使われている用語の意味とかね、その問題文で丸バツを導くのに必要な考え方、その筋道の部分をちゃんと理解しないと、理由付けと言ってもいいんだけども、用語の意味や考え方、理由付けができているかどうかを検証しながら学習を進めていただければいいんじゃないかなと思いますよ。うん、すーちゃんママさんこんばんは、ユニコさんこんばんは、はい、太郎さんこんばんは、ピロスケさんこんばんは、 ありがとうございます。ぜひね、はい、お役立てください、ありがとうございます。はい、岩永さんこんばんは、 ありがとうございます、どうもどうもありがとうございます。ゆっきーさんこんばんは、はい、あ、ちゃくみさんありがとう、3分トレね、パラパラね、ぜひお読みいただいて得点アップにお役立てください。しまなげさんこんばんは、かなさんこんばんは、きょうこさんこんばんは、かんちゃんさんこんばんは、あ、ありがとうございます。超特急合格講座の撮影で使うね、バッグなんですね。あの超特急のね、こうまとめ講義、ぜひ楽しみにしていただけたらなと思いますね。はい、あの最新傾向にね、こうバッチリ対応させますんでね、うん、あやめさんこんばんは、めいさんこんばんは、やすいさんこんばんは、 ありがとうございます。はい、ありがとうございます。なさんこんばんは、みきさんこんばんは、ありがとうございます。おー、みなさんありがとうございます。お母さんこんばんは、頑張っていきましょうね。うん、わえぬさんこんばんは、はんさんこんばんは、長谷さんこんばんは、ありがとうございます。はい、じゃあまたね、ちょっと時間作った時に最初から、はい、ピックアップしていきたいなと思います。じゃあまずこちらの問題ですね、見ていきましょう。問いの1番からなんですけども、あのここね、実はアドバイスしたいこと1個あるんです。はい、あ、出た出た、はい、でアドバイスしたいことは何かっていうと、覚えることが多くて大変なんですって感じる方多いと思うんですよね。でこの問題は覚えること何にもないと思うんだよね。集会があります。で集会を開いてみんなで話し合って、じゃあこういうふうに決めましょうっていうふうに、普通どうやって決めます？賛成、多数決で決めるよね。賛成が多ければそれで決めるでしょ。じゃあ賛成と反対の人が同じ数だったらどうなります？10人いて5人5人、あ、これ賛成5人反対5人だからこれじゃあまだダメだな、もうちょっと話し合うとかってなるじゃないですか。でその感覚でいくと、半分をちょっとでも超えて過半数になったらそれでいいですよって話になるわけだよね。で今回はその管理者の選任の場面なんですけども、規約に特別な決まりはありませんと。この場合には区分所有者及び議決権の各過半数で決めますよという話で、でこれで丸でいいんじゃないですか。あとはここの問題文の読み取りですよね。ここの規約に別さの定めがない限りっていう、この読み取りになってきます。でここはですね、あのまあ宮崎塾ではよくやってますけども、あのクレープ屋さんの話しておきましょう。次いつできるかわからないからね。
私の好きなクレープがいつもは500円です。クレープの日は300円ですという場合にこういうふうに言うんですね。私の好きなクレープはクレープの日の特別な300円の日を除いて500円です。まあそんな言い方になるわけですよ。でそうするとその特別な場合が真ん中に挟み込まれて挿入されるという特徴があります。私の好きなクレープはクレープの日ではない限り500円ですというなる。でクレープの日は特別な場合として300円でいいですよってことになるわけだよね。そうするとさっきのこの問題文の方に戻ってきますと、規約に別算の定めがない限りってあった場合には、規約に別算の定めがあるんだったらこれが特別な場合としてこれが優先するわけですよ。特別な場合としてね。だから規約に別算の定めがあったら規約に決まってる通りにしますと。で規約に決まりがないんだったらその集会に集まったメンバーで賛成多数決で決めましょうというだけですね。で賛成多数決のことを何ていうかと過半数で、区分所有の場合には区分所有者オーナーさんの過半数と、あとは一票投じる権利議決権の過半数ということになりますよね。はい、宮崎塾のテキストを一応確認しておきますと、第9項の、はい、こちらですね、よいしょ、管理者の選任の話で、あ、ごめんなさい、切り替えてなかった。はい、第9項の6ページ、第9項の6ページです。第9項の6ページですけども、ここ管理者です。でこの第9項の6ページは近年の宅建試験で最もよく出ている重要ポイントがずらずらずらと並んでくるんですよね。で管理者の話についてはしっかりとね重要ポイントこの機会に確認していきたいなと思いますので、はい、よろしいでしょうかね。うん、で今回の問題については管理者の選任等が問われました。管理者は誰でもよくて区分所有者である必要はないですし、法人でもなることができます。規約で別案の定めがあれば規約に従います。例えば管理組合の理事長が管理者となると定めてある場合です。管理者は規約で別案の定めがなければ集会の決議賛成多数ですね、区分所有者及び議決権の過半数によって選任あるいは解任しますと。ただし管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは各区分所有者は単独で解任を裁判所に請求することができます。まあ、ちょっと細かいですけども管理者の資格とか任期について特にルール規定はありませんと。で次に括弧2番のところで発展、管理者の権限というところなんですけども、近年よく出ているのはこちらですね。管理者は規約に別案の定めがあるときは共有部分を所有することができますよという話です。ということで問いの2番です。問いの2番ですけども、こちら共用部分、みんなで共同利用する共用部分ですけども、これは区分所有者全員の共有になります。マンションのオーナーさん全員で共同所有するんだと。で規約に特別の定めがあるときは、規約に特別の定めがあると、その場合にはどうなるかというと、その特別な定めに管理者が共有部分の所有者だっていうふうになってるんだったら、その共有部分の所有者は管理者だっていうふうにね扱っていいですよということ、これも認められますと、定めることができますよというふうになっています。そんなに難しい話ではないんだよね。その分譲マンションの共用部分イメージしてみてください。でその共用部分っていうのは、例えば玄関だったり廊下だったり階段室だったり、そのエレベーターのとこだったりするわけですよね。でそこを管理者の方が所有して、管理者がまあ自由にねその対応しやすくしてあげた方がいい場合もあるじゃないですかってことをねイメージしてもらうといいんじゃないかなと思います。そんな難しいことではないので、その初めて見たか、それとも事前にまあちゃんとこうストーンとね自分の中にこうね理解して落とし込んでおけるかどうかというのが重要になってきますね。まあ、難しい内容ではないんですけども、結構実際に本試験出ると受験生が迷いやすい内容になってしまいますので、ここのところはぜひね押さえておいていただければと思います。はい、ではもう次は定番です。もうミスは絶対許されない問題ですけども、問いの3番、区分所有者以外のものであって
うん、だからオーナーさんがまず外されてますね。区分所有者の承諾を得て占有部分を占有するものがいますよと。でこの占有部分を占有するものなんですけども、これは分譲タイプのマンションを賃貸借で借りてる人のイメージでいいと思いますね。占有部分を占有するってことは使ってるということですよね。承諾を得て占有する、承諾をもらって使ってるってことは、まあ賃料払って使ってるのが通常かなと思いますね。はい、まあ使用貸借だったらタダで使うことになりますけどね。まあ要はその使わせてもらってる賃貸借や使用貸借のような場面です。この場合に利害関係を有すると、まあ例えばペット禁止、学研騒禁止の話し合いをこれからしようとしていると。で、今ペット飼ってるんだけど、今音楽の学校に通っていて音楽やりたいんだけどっていう場合には利害関係があります。集会に出席して議決権を行使することは、これはできますか、これはできませんと。意見を述べることはできますか、これはできますということですよね。でそうすると議決権行使はできないだから、ここは正しい内容で、意見述べることできるだから、これはここも正しい。まあ問いの3番は全体として丸ということになってきますよね。はい、一つ一つはそれほど難しい内容ではないんですけども、先ほどね、ご質問もありましたけども、その過去問題とか過去問ベースの模試だったら点が取れるのに、本試験の得点が取れない、その場合に、じゃあ今見たような本当ね、問題文も短いし、過去10年間12セットの過去問で3回以上出ているものばっか並んでるわけですよ。これ自分の言葉で説明できますか。じゃあちょっとね、お時間1分ほど取りますので、1分程度でこれ自分の言葉で説明してみてください。自分の言葉でね、言葉を置き換えてね、ちゃんと理解できてれば他の言葉に置き換えることができると思うんだよね。はい、ではもう一度チャット拝見させていただきます。はい、うん、おたくまさんありがとうございます。サクッと3分とね、これいや本当ね、私が著者なのにほとんど自分であんまり宣伝しなくても恐縮なんですけども、めちゃめちゃね自信がありますね。これね、使っていただいている方はもうぐぐぐぐ得点伸びると思いますんで、もうぜひね、もう多くの方にねご紹介いただいて、お役立ていただきたいかなと思っております。まあ今週末から来週にかけてね、はい、ツイッターとこの生放送とね、まあ関連付けてこうキャンペーンを行いますので、ぜひですね、はい、サイン本プレゼントのキャンペーンにもご参加いただいてね、またお役立ていただければなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。いや、これ本当ね、自分で言うのもなんですけど、かなりね、おすすめの、はい、本ですね。はい、ありがとうございます。うん、皆さんありがとうございます。お、ちえさん頑張ってね、乗り切ってね。うん。やっぱ仲間がいるって心強いよね。うん。素晴らしいと思います。お、SKK さんまとめ集始めましたってことでね。うん、権利関係、なるほど。はい、頑張っていきましょうね。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。そう、島さんは昨年もう私の中ではね、こう確実に受かるなーということで見ていたんですけども、まだこの時期6月はほとんど問題解いてなかったですね。問題を先行させて学習すると、本当は分かってないのに解ける問題が増えてしまって、見た目上は模試の点が乗ってくるんですが、中身を伴っておらず、模試では成績がそこそこなんだけど本試験でボロボロってことがあるんですね。でそれを避けるためには、まあ、6月ぐらいまではあまりこう過去問題過去問題というふうにならずに、もうしっかりと一つ一つの用語の意味とかを理解する。で過去問題は全くやらないっていう必要はなくて、一問一答で重要ポイントを確認するとか、過去問題の代表的な考え方とかね、こう学べるような素材をこう宮崎塾の優秀教材では厳選してるんですけども、そういったものを使いながらね学んでいくということがね、はい、今までの学習になります。ただまあ7月になりますと、残り本試験までラスト7、8、9、10で、まあ、3ヶ月とちょっと、まあ、100日の戦いになりますから、まあ、そこはね過去問題をこう導入していい時期になってきます。まあ、宮崎塾では7月の1日から宅建業法のねこう開示講義スタートするんですけども、まあ、ここでね、このタイミングで宅建業法は過去問題からのリピートとか、過去問題が結構ですねこう手強い問われ方をする場合がありますので、まあ、いい学びの素材にもなりますので、テキストと講義をこう中心に組み立てながらも、テキスト見ながら過去問題を活用してね学ぶということが、ね、おすすめになってきます。過去問題はまだ全然ね手ついてない方もね、大丈夫ですからね。はい、
得点の伸びが過去問題からスタートした方がぐーっとこう最初の得点の伸びが来て後から伸びなくなってきます。でテキスト講義優位の場合は緩やかに伸びるんですね。で過去問題をこう7月8月9月で2回転3回転するとこは一気にギューンってねこう、はい、二次曲線カーブを描くようになります。あの曲線の描き方が違うだけなんですよ。でどっちがより確実にこう合格できるかっていうと、本試験の時に初めて見る問題文を読んだ時に言葉の意味が分かる、で図を変えて考えることができる、考え方が身についてるから初めて見た場合にこれ多分こうだよねっていうふうにこう推論推測できる、この力がねものすごいね本試験での得点の伸びにつながってきますので、まあぜひですねそこは不安に思わずにまずは今までやってることをしっかりやりきってですね、で7月8月以降の過去問題の学習の方に徐々にねシフトしていただければいいかなと思っております。うん、はい、ありがとうございます。あ、さすがに MO さんを覚えたということでね、はい、素晴らしいです。あ、ヒロさん、そうゼロ M 模試ね、あのこれもちょっと紹介していきましょうかね。あのレック東京リーガルマインドで開催するゼロ M 模試7月ですね。あのこれ本当おすすめですね。あの前半が終わってない方は模試の自分にとっての必要性に応じて受ける受けないの判断もあっていいと思うんですけども、もう一通り前半が終わってる方とか、あるいは昨年本番でこう時間との戦いでちょっと失敗しちゃったなって方とかは、この時期に一度ね得点あんまり気にしなくてもいいので真剣勝負でね模試をこう受けに行ってね、その時間の制限時間の中でどう戦えるか、自分は時間の使い方がうまくできるかどうか、初めて見る問題文ちゃんと読んで理解をした上で丸抜判断を導こうとしているか、単に記憶にたどってねこうなんかこう雑な読み方で解こうとしているか、まあそれをですねもう丁寧に問題を読んで考えようとしているかどうか、記憶に頼って雑に解こうとしているか、まあそれのですねこう確認もできるかなと思いますので、ぜひね模擬試験はおすすめです。レックのねゼロ M 模試だったらね自宅だったら無料で受けられるし、会場でも結構安く利用できるはずなので、はい、ぜひねご検討いただけるといいんじゃないかなと思います。うん、あ、解説講義、そういえばレック友継先生でしたね。はい、講義もおすすめだと思います。友継先生とはねこうまあツイッターとかでもつぶやいたことありますけども、本当ねこう教えるということに関してはすごくねこうなんだろう、一致するところが多くて、はい、まあ一緒にコラボしたいなっていうのもあるんですけどね、まあ、いろいろ私日経学院の先生で向こうレックの先生で、なかなかやりにくい部分もあってなかなか難しい部分もあるんですけどもね、はい、まあそこも含めてねおすすめであるということでちょっと紹介だけはしておきたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、皆さんありがとうございます。お、そうだねそうだね、あ、嬉しいです、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いや今回ねその、まあ、昨日風船の日、ツイッターでは風船の日誕生日だったんですけどもね、いやこれからね自分がこうどういうことをねできるかなと思った時に、やっぱこう宅建受験生の方をねこう今まで以上にいい形で応援させてもらえたらいいなっていうのがありましてね、まあ教材なんかもね、あの今日撮影した建築基準法なんかもね、もうほんとねこういろいろとこう情報厳選に厳選を重ね、そしてこういろいろとこう分析も行い、こう結構ね作り変えた部分も出てきますで、まあ、そういったところをこうしっかりとこう作り込んで、で最新の傾向に合わせて、そしてそれぞれのテーマについてその国土交通省の方が試験員の方が、まあ、関連してくる関わってくるような1級建築士の問題、2級建築士の問題、建築に関連するような資格試験の問題とかもこう分析したり、ね、不動産関連して問題もそうですね、まあ、そういったものもこう含めてですねより良いものを、ね、作って提供させてもらったらいいなと思ってますので、ぜひね、はい、応援していただけたら嬉しいです。ご期待いただけると嬉しいですね。はい、でははい、ここで一度ですね問題の方を見ていきたいなと思います。はい、こちら、そうですね、ごめんなさい、表示が、あ、ごめんなさい、これじゃなくていいのか、失礼しました。こちらですね、はい。はい、では、はい、こちらの方に行きたいと思います。ごめんなさいね。ちょっと画面切り替えていきます。今、ちょっといつもと違うスタイルで、はい、やっておりまして、ちょっとうまく切り替えができなくてごめんなさいね。はい、では、こちらの問題、あれ、ちょっとページが戻っちゃった。ごめんなさいね。ほい、ほい、こっちです。はい。相続に関する問題をちょっと見ていきたいと思うんですけども、こちらです。受験生の正解率がかなり低かった問題なんですね。で、そんなに難しい問題ではないとは思うんですけども、どこに難しさがあるかというと、その知識的な内容の難しさよりもその図の書き方の難しさに難しさがある問題かなというふうに考えております。
で、ここの問題についてはぜひね、時間をちょっと多めに取りますので、3分半から4分ぐらい取りますので、丁寧に図を書きながら、問題文を図にこう書き取りながら、意味を理解しながら、どういう状況か理解しながら解き進めていただければと思います。ではこちらの問題を解いてみてください。それではどうぞ。ではまたチャットの方をね、拝見させていただきます。はい、ありがとうございます。お、ちかこさん、やった。はい、卓球賞ね、ついに来ましたね。おめでとうございます。ありがとうございます。またお会いできる日をね、楽しみにしております。ありがとうございます。あ、マイルさん、ありがとうございます。はい、生放送水曜卓研ご参加いただきありがとうございます。サクッと3分取るね、いや本当ね、得点力をぐん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 伸ばしてきますので、本当ね、これぜひお役立ていただきたいなというふうに思っております。いろんな形でね、そのサクッと3分取ると連動した教材資料、ストアーズ卓研宮崎塾にね、まあ、こちらの読者特典ということも込みでね、情報提供していきますので、はい、ぜひね、お役立てください。ありがとうございます。いやー、いよいよね、こう出願がもう目の前に迫ってきました。まあ、今週末にはね、出願があります。で、願書の出願についてはインターネットで出願するときに、まあ、最初ですね、自分でこう会場を選びやすいですから、特にこう家の近くでこの会場で受けたいとか、あるいはこの会場で受けたら自分がリラックスして臨めるとかね、まあ、そういった会場がある場合には早めに出願してですね、会場をこう確保しちゃうのがいいかなと思います。まあ、ここね、何年かね、令和2年とか令和3年とかコロナの影響でちょっと不自由な展開もあったんですが、まあ、今年はもう大丈夫だと思いますのでね、はい、ぜひこう早めにですね、自分の受けたい会場を選択できるっていうのはね、メリットかなと思います。後でね、こう出願するの忘れちゃったとかってバタバタって慌てるよりもはるかにいいですからね。はい、ありがとうございます。お、ピロスケさん、超特急講座ね、視聴ありがとうございます。はい、ありがとうございます。超特急合格講座については、38,000円、今ね、こう予約販売中の33,000円でご購入いただいた方にですね、先行提供しております。まあ、他に提供するものがないので、その超特急についてはね、超特急の方向けのこう先行提供があります。で、おうちで卓研の80,000円の教材セットの方は、今はもっともっとやることが他にありますから、権利関係、法律の制限、税、価格の復習と、それから宅建業法の3分冊のテキストをしっかり攻略しなければいけませんから、あえてね、その超特急の方は7月に入るまで、7月の下旬までは提供いたしませんので、そこところはその時期に応じてやることがこう変わってきますのでね、ご理解ご容赦いただけたらなというふうに思います。はい、ありがとうございます。カオルさんもね、すぐだよ、申し込みね、すぐやっちゃった方がいいと思う。はい、ありがとうございます。あ、ユッキーさん、あれ、メールとか返信してませんでしたかね。はい、もしよかったらメールとか DM とかまたもう一回にいただけると嬉しいです。多分ね、返信したと思うんだけども、もしかしたらなんかエラーが起こっちゃってる可能性もあるので、その辺確認したいので、もしよかったらね、はい、ご連絡お願いいたします。はい、ありがとうございます。たくみさんね、そんなもんなんだよ。これね、みんなそうなんだけど、前に勉強したことを忘れてて焦りますとか、どうしたらいいんでしょうか。いやね、3日前の夜に食べたものって覚えてます？3日前の夜、なかなか出てこないでしょ。1週間前はなかなか出てこないでしょ。そんなもんです。すぐね、忘れるもんなんです。で、忘れることを防ぐためには繰り返しをする。その繰り返しもですね、全員が、誰もが同じ繰り返しの周期ではないんです。自分にとってどういう周期で繰り返せば頭の中に残せるかっていうのが一人一人で違います。まあ、そこは、まあ、認識する能力とか、その海馬のね、今までのトレーニング量とかによっても随分変わるんですけども、このぐらいの短時間でこのぐらいの回数繰り返せば自分は記憶できるんだっていうのをちゃんと捕まえといて、で、その自分が頭の中にこう保持できる、ストックできる、キープできる、その繰り返しを行うことが大切です。詳しくはね、優勝教材の講義の中でアドバイスしてますので、優勝教材ご利用の方はですね、解除講義の方をご利用ください。自分の必要な繰り返しの周期、繰り返しのペースをちゃんと理解することがとても大切ね。まあ、あとはちゃんと内容的なものを理解した上で学んだ方が忘れにくいです。
よくわからないまま無理やり丸暗記するのは忘れやすいですから、まあ、それはそういうもんだということでご理解いただければなと思います。忘れちゃったところはもう一回ちゃんと理解し直して、それから繰り返すことをお勧めしますね。はい、ありがとうございます。はい、次ですけれども、うん、かなでさんかな。はい、お、ありがとうございます。うん、あ、そう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 、これね、本当持ち運びにすごく便利ですから、ぜひですね、はい、お出かけの時にはこちら、お持ちいただいて、こう学習にお役立ていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。皆さんありがとうございます。うん、リアルタイム参加ね、いただいている皆様ありがとうございますね。ぜひいろいろとチャットね、はい、投げかけていただけると嬉しいかなと思います。もうね、お母さんもね、もう残り3ヶ月でね、もうなんとかね、こうエンジン転換してね、やってほしいでね、優先順位高いところからやっていただければいいですから、その AA のところでも自分がもし苦手なところがあったら、まあ、とりあえず一旦こう保留して次どんどん進んでもらって構わないので、なんていうかな、こうやる気があるとかないとかで、こう波がある方はね、本当気をつけてください。もうやるのが当たり前と、でやらないのはもうありえないぐらいの感じで、その AA だけでもこうコンスタントにこう継続することをね、ぜひねお願いしたいなというふうに思います。はい、あ、なあさんね、本当思い出すね、北海道からね大阪ご参加いただいてね、合格化しとっていただいてね、うん、嬉しいです。あ、YN さん、ご連絡いただければお申し込み受けたまっておりますので、8月の大阪宮崎塾ね、ご参加ご希望の場合にはご連絡いただければなと思います。会場もですね、まだそう、あ、ちょっと待ってね、あと15名様ぐらいは大丈夫なので、余裕があるとはなかなかちょっと言いにくい数字なんですけども、はい、お申し込みご連絡いただければちゃんと席確保しますので、よろしくお願いいたします。はい、8月ね、楽しみにしてます。お、ハンさんね、うん、ぜひねご参加ね、はい、継続してください。ありがとうございます。はい、ということで安井人さんですね、うん、サクトレの用途地域内の高度地区の高さの件で、うん、そう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 、そうだよ、それなんでかわかる？準都市計画区域はまだ都市計画区域の外で、で都市計画区域になってないわけですよ。でそういうところであんまり大きい建物を好き勝手にこう建てられちゃ困るってことで、ブレーキをかける場合があって、高さの最高限度でこの高さを超えないように建ててくださいっていうのはブレーキをかける方向性だから利用ができると。でも高さの最低限度を定めちゃうと、その高さが低い建物がダメになって高い建物、これ準都市計画区域の考え方とは矛盾しますから使えないってことになってきます。これちゃんと説明してない教材が多いので、まあ、出た時にはめちゃくちゃ差がつくポイントになってきますので、まあ、いつか出るとは思うんですけどもね。はい、宮崎塾のテキストにちゃんと絵が描いてありますから、その絵でね、こう、はい、ご理解いただけるといいんじゃないかなっていうふうに思います。丸暗記に行かない方がいいです。なぜそうなるかをちゃんと理解できたら覚えることがどんどん減っていきますからね。うん、覚えることを減らしていくことが学びの醍醐味の一つでもあります。分かったことはもう自然と身につきますからね。はい、はい、坂井さんありがとうございます。隙間時間ぜひね活用してください。原口さん、まとめテキストの販売はですね、7月を予定しておりますので、はい、もうしばらくお待ちください。はい、まとめテキストの単品販売もね行いますけどね、7月のまあ中旬から下旬にかけてになりますので、動画の準備ができるタイミングで販売開始いたしますのでね、はい、もう少々お待ちください。はい、もしさんありがとうございます。お、素晴らしい。うん、テキストのね、ここに書いてあったなって思い出せるようになったらもう最強です。もう40点以上の高得点合格が待ってますから、本試験で、ね、ワクワクと楽しみに、ね、していただけるといいんじゃないかなと思いますね。はい、では問題見ていきましょうということで、こちらの問題じゃんってことで、はい、これね結構図を書くと時間がめちゃくちゃかかっちゃうなと思ったんで、今日も図をね載せました。はい、こんな風に図をね書けるといいんですけども、どうでしょうかね。問題文読んでいきます。 A は未婚です。子供がいません。父親 B が所有する高建物に B と同居しています。 A の母親 C は令和4年3月末日に死亡しています。 A には B と C の実の子である兄 D がいて、D は E と結婚して実子の F がいた。で、D はもうすでに死亡していると。で、この場合における問題ですね。
で、ここまでは、まあ、この問題における大前提共通部分になってきます。よろしいでしょうか。はい。で、選択肢の1番、選択肢の1番の内容はこういう状況になります。選択肢の1番2番と選択肢の3番、選択肢4番では状況が変わりますから、分けて図を書いていかなければいけません。選択肢の1番は B が死亡した場合です。 B が死亡した場合の法定相続分はどうなりますか。 B が死亡した場合の B の法定相続分ですから、配偶者 C がいるかどうか、配偶者 C はおりません。で、子供については B の子供の A と D がおりました。で、 D についてはもうすでに B より先に死亡しちゃってますから、 B の子供の F が代襲相続することになります。で、この時の相続分につきましては、相続財産の半分を A が、半分を D が相続するはずなんですが、 D の部分をここが D の代わりに F が代襲相続するという状況になってますね。はい。で、問題を見ていただくと、1番 A が1/2、 E が1/4、 F が1/4というふうに書いてありますから、これは×。 A が1/2、 F が1/2になるのが1番の答えってことになりますね。足の1は A1/2、 F1/2 でなければいけません。はい。次に足の2番についてです。足の2番ですけども、 B が死亡した場合、後建物につき法定相続分を有する F は、後建物を一人で占有している A に対して、当然に後建物の明け渡しを請求することができるかってありますけども、これは違いますよね。A には A の権利があるわけですから、権利を有する A に対して当然には明け渡しの請求をすることはできません。したがって2番は×ということになります。はい。で、ここで大事なことをね、アドバイスいたします。今選択肢の1番と2番では死亡したのが B でしたよね。で、選択肢の3番で A が死亡した、で、選択肢4番で B が死亡したってなるわけですよ。そうすると状況が、選択肢1番と2番の場合の状況と選択3番の場合の状況変わりますよね。で、選択3番の状況と4番の状況また変わりますよね。で、状況が変わるときには図を変えた方がいいです。図を変えないで、さっきのこの選択肢1、2の図を使って考えようとすると混乱のもとなんですね。だ、それはやめてください。選択肢の3番、 A が死亡した場合です。A が死亡した場合はどうなるかっていうと、問題文の設定の前提の状況っていうのは C がなくなっていて D がなくなっていると。で、この状況ですから、 A が死亡すれば A には配偶者がいない、子供がいない、直系存続は父の B がいるってことで、 B が相続人になる、それだけですよね。したがって3番はバスです。 B が相続財産全部相続することになりますよね。で、4番です。4番については B が死亡した場合で、 B が死亡した後、 A が全ての財産を第三者 G に遺贈する旨の遺言を残して死亡した場合、これ状況がですね、ちょっと気をつけないといけません。まず B が死亡します。まず B が死亡します。で、 B が死亡した後で A が死亡します。この起こった出来事の順番とかはこう書き込むようにするといいですよね。うん。で、 A は全ての財産を第三者 G に遺贈する旨の遺言を残して死亡したと。じゃあこの時にどうなるんですかってことです。今問題となっているのは何か、自分の言葉で説明できますか。 A の財産が問題となりますよね。
A の財産を第三者 G に遺言で贈与するっていうね、遺贈する旨の遺言があるわけですから。でこれについては状況を見ると A には配偶者がいない、子供もいない、で直系存続もいない、じゃあ兄弟姉妹かということなんですが、ここで大事なことを思い出さないといけないですよね。はい、どうでしょうか。自分の言葉でね説明できますか。遺留分についてはちょっとテキストで確認しておきたいと思います。はい、こちらの合格テキストなんですけども、遺留分のところは正確に押さえておかないといけないところですよね。はい、遺留分とはポイントは兄弟姉妹には遺留分はありませんというところです。遺留分の権利を持つものはどういうものなのか、そして遺留分というのは兄弟姉妹には認められていないんだと、第三順位の相続人の立場でありながら遺留分の場面では遺留分は兄弟姉妹には認められていない。はい、ですので4番については正しい内容ということになります。分かってる方にとっては、まあ、当たり前の内容になるかなとは思うんですけども、結構こういうねこう問題で差がついてるというのが、まあ、データ的にも、まあ、受験生がこう盲点になりやすいんですよね。相続の話と遺留分の話ですので分けて考えてますか。相続の相続人とか相続分の話と遺留分を別々にちゃんと区別して学習してますか。でここがごちゃ混ぜミックスになるともう、本試験でミスするね嫌な予感しかしないという状況になりますから、ちゃんとそれぞれを分けてねこう考えることで、その時にちょっとテキストを見てほしいと思うんですけども、テキストちゃんと分けて書いてありますよね。テキストの使い方ちょっとアドバイスいたします。第26項の相続ですけども、誰が相続するんですか、法定相続人の話ね。で法定相続人に関しては代執相続という特別ルールがありますよと。うん、代執相続するのは肺の結核で死亡と覚えることができますよとかね。うん、はい、それからどんな割合で相続するんですか、法定相続分の話がありますね。法定相続分の話があります。まあいろんなねバリエーションでね学習していただきます。遺産の分割の話があり、相続の承認放棄の話があり、で遺言の話が出てきます。で学習するときには遺言がない場合の話、遺言の前までと遺言が出てきた場合の話、遺言から後ろの話を分けて整理して学習することをお勧めします。遺言は、まあ、昨年出ましたけども連続で出ても全くおかしくないテーマですよね。はい、大事なポイントがあります。でなぜ分けて学習した方がいいかというと、相続人相続分の話と遺留分の話がごちゃ混ぜになっちゃう方が多いんですよね。でなんでごちゃ混ぜになっちゃうかって考えたことあります？よく混乱するんですよって方、その混乱の原因をちゃんと見極めなくちゃいけなくて、 A というものが中途半端なのに B をやるから A と B が混ざるだけなんですよ。 A がちゃんと固まってから B 学習したら A 固まってるから B が混じりません。で B を固めればいいんです。 A が固まってないのにね、そこのところを無理やり比較しようと思っても、比較するっていうのは情報処理情報整理が結構ねこう高度に求められますから、ごちゃ混ぜになる危険性が常にあります。ですのでそこのところは上手にですね、混乱しやすい方はそこのところをこう A があったら A をまずちゃんと固めてから B をやれば混ざらないってことをね、知っていただけるといいんじゃないかなと思います。はい、では失礼しました、こちらですね。はい、超重要ポイント穴埋めチェック、今日も行きたいと思います。はい、本日のお題については借地ですね。30秒でいきましょう。これ3回目だったかな。はい、30秒チャレンジでお願いいたします。迷わずにスポーンとこうパパパパパッとかけないとダメですよ。はい、チャットの方拝見させていただきます。お、皆さん頑張ってますね、ありがとうございます。あ、山井さんありがとう、うん、感謝申し上げます。ありがとうございます。お、皆さんありがとうございます。お、笹山さんありがとう。パパさん、あゆみさんありがとうございます。あれ、ちょっと待って、はい、ありがとうございます。うん。いや、嬉しいですね。楽ちゃんありがとう。うん。あ、英会教室ありがとうございます。うん。うん。
うん、そうやな、うんうん、まあここからが本当の勝負だよね。7月入るとね、うん、みんなこう学習気合が入る人増えるから願書出してね、まあ、ここからがまあ受験の本番だね。うん、楽しんで勉強できるといいんだけどね。安井さん、アドバイス、どういう問題を間違えてるか、優勝教材ご利用でしたらメールいただけますか。ちょっとこれだけど、どうアドバイスしていいか難しくてね、はい、ちょっとざっくりしすぎちゃってて、結局の基本しっかり確認して、テキスト見ながら確認しましょうぐらいしかアドバイスできなくなっちゃうので、具体的にどの問題をどういうふうに間違えたか、優勝教材ご利用の方はメールでね、必ずご質問ご相談くださいね、迷った時はね。うん、どういうふうに勉強すればいいか具体的なアドバイスいたしますのでね。はい、ありがとうございます。うん、みちさんありがとう。大丈夫大丈夫、楽勝ですよ。うん、頑張っていきましょうね。はい、あ、フラッツさんありがとうございます。うん、そう、昨年ね見事合格勝ち取っていただきました。ありがとう。誕生日のねお山ありがとうございます。感謝申し上げます。またね大阪でお会いできる日を楽しみにしております。はい、あ、みちさんありがとうございます。うん、なるほどなるほどなるほど、おー、なるほど。あと権利関係もうちょっとのところまで来たね。うん、はい、頑張っていきましょうね。焦らないことです。まだ焦っちゃいけません。ただ焦っちゃいけないんだけど、本当はここまでやっていかなきゃいけなかったのに、なんか予定がずる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 先延ばしになってるっていうのは避けた方がいいです。ですから一旦設定した学習のプランについてはそれをある程度守る。でその中でダブルランクの太字とか自由度の高いところから抑えていき、まあ、時間が足りない部分は、まあ、優先順位のねこう高いところは抑えてある状況で、優先順位低いところが残っている状況でまた予定通り次に進んでいくっていうのがいいですからね。うん、何でもかんでも欲張ると全然先進めなくなっちゃうので、そういうことが上手に、はい、やりくりしてもらいたいなと思います。おちえさん、ジムでねサクッと見ながら自転車こいいと思いますね。はい、本当これはおすすめでございます。はい、ゆうさん明日の5問免除のね講義、はいはい、うん、しっかりね十字架説明とか学習していきましょうね。うん、お、いいですねいいですね。はい、あ、いいですね皆さん。うん、ありがとうございます。井上さん、ローラさんありがとうね。うん、タラさんありがとうございます。タロさんはこれそもそも問題の設定がですね、遺言する遺言が出てきた場合なので、遺言が原則有効なんですよ。だ、遺言の通りに財産もらうので、遺言が出てきた場合には法定相続人の話は関係なくなるんだよね。そこちょっと基本確認しておいてください。法定相続人は遺言が出てこなかった場合の話ですから、遺言が出てきたら遺言の書いてある内容が基本的にこう有効なんだと。ただそこではこう遺留分権利者を守ってあげるっていう、そういう話になってきますからね。ちゃんと理解しておいた方がいいですよ、遺留分とかはね。うん、ゆうすけさん、相続の図はテキストをね参考にして図をたくさん書くのがおすすめですね。はい、ありがとうございます。はい、では最後ね、ラストこちらの問題いきましょうか。本日は賃貸借で用意させていただきました。司法試験の平成30年の問の25番になります。こちらの問題を2分少々で解いてみてください。それではどうぞ。ゆうすけさん、さっきのアドバイスの続きなんだけれども、テキストの通りに覚えるのがおすすめですかと、おすすめではないですよ。覚えるんじゃないんですよ、図っていうのは。何回も書きながらその図を書く手順を身につける感じね。全く同じ状況かどうかというのは問題次第によって変わる可能性があるから、だからテキストの図を覚えてそれを無理やり思い出そうってなったら結局ダメなんだよね。だから覚えて思い出そうじゃなくて、テキストに書いてある図をこう書き写しながらその手順を身につける感覚ね。わかるかな。まあ、それ、まあ、覚えるの一種かもしれないんだけども、その最初から覚えるって意識じゃなくて、書き方を真似てくって感じの方がいいですよ、図に関してはね。うん、決めつけすぎない方がいいからね。はい、キッシーさんありがとうございます。あ、隙間時間ぜひ活用してください。ありがとうございます。はい、じゃあね、まあ、今日のねこうラストの問題、まあ、宮崎塾のこちらの合格テキストには賃貸借当然全部ね対応しております。まあ、宮崎塾の教材で学習している方は賃貸借借款のところしっかりねこう、はい、理解して学習進めますから、宅建試験合格後にね賃貸不動産経営管理士とかもね40点オーバーの方がね続出します。賃貸借や借款をね学んどくとね、他の資格にも必ず生きてきますのでね、まあ、ぜひね賃貸借や借款のところはねこう、はい、
他の受験生よりも1つ2つ3つ4つぐらいね上のステージでね学習進めてもらっていいんじゃないかなと思うんですけどもね。うん、じゃあ行きましょうか。はい、こちらでございます。A は B に対して A の所有する高建物を賃貸していると。で、ここのところ図を書くと、はい、A が B に賃貸していて、で、これが家賃が10万円。で、B に引き渡した。で、その後ですね、B は C に対して高建物を転貸しましたね。12万円。引き渡した。で、この状況で見ていきます。まず A が BC 間の賃貸借を承諾していた場合ですね。で、この場合 A は C に対していくら賃料請求できますかってことなんですが、 AB 間の賃料10万円、 BC 間の転貸借の転借料が12万円ってことであれば、これ小さい方の10万円までになりますから、12万じゃなくて10だよってことで、これ×ですよね。次に BC 間の転貸借を A が承諾していた場合ですけども、この場合 C は高建物の修繕を直接 A に対して請求することができない。これね、実は今日扱いたかった内容なんです。今の宅建試験は過去問題にないけれども、民法の基本を問う内容が多くなってます。これ難しいんじゃなくて、これ基本ですね。で、その基本というのは何かというと、 A と C の間には直接の契約関係がないということです。これがポイントです。 A と C の間には直接の契約関係がないんですから、 C が直接 A に請求することはできないんですよ。ここのところをちゃんと理解してください。 AC 間には直接の契約関係にないわけですから、C は A に対して請求できない。で、解説のに入れておきました。はい。賃貸人に対して直接の契約関係ではなくて、債権を有していない転借人は直接賃貸に請求することはできませんということですね。はい。ここをね、やっぱり理解してほしいんですよね。うん。はい。では、その次に、うですけども、う。A が BC 間の賃貸借を承諾していた場合、この時に A が B との間の賃貸借契約を合意で解除したと。で、ここをですね、合意で解除した場合については A は C に出ていけって言えないんですよね。したがってこれは×。まあ、宅建試験ではね、これも定番ですよね。合意解除の時には A は C に出ていけと、明け渡しを請求することはできませんと。はい、次に A です。 A が BC 間の賃貸借を承諾していなかった場合において、 AB 間の賃貸借が終了したときは、 A は C に対して所有権に基づく高建物の明け渡しを請求することはできるが、まずね、ここのところなんですけども、これもね、民法の基本なんですよ。だからこういうのはね、今の宅建試験すごく危ないんですね。 A は建物の所有者ですね。これ書いてあります。 A の所有する A 所有者です。 A 所有者ですね。A 所有者です。所有者ですから、この時ね、所有者の A は所有権がありますから、 C に対して C さんはもう利用する権限がないです。だって A もともと BC 間の賃貸借承諾していなかったし、 AB 間の賃貸借終了している、そんな状況ですから、 C に利用できる権限ないなってことは分かりますよね。で、A は所有者ですから、その所有権に基づいて C に対して建物から出ていけと明け渡しを請求することはこれできますよね。これ状況わかりますか？状況ね、 A は所有者です。 A は C が利用することについて承諾を与えていないし、 AB 間の賃貸借も終わってる、そんな状況ですよ。ですから、所有者の A は C に対して明け渡しを請求することはできるということになってきますよね。うん。ところが、その次のとこね、 AB 間の賃貸借の終了に基づく高建物の明け渡しを請求することはできないということで、これ言い回しがすごく難しいんですけども、解説のをあえてね入れておきました。所有者である
所有権に基づく物に対する権利の時には誰に対しても主張できる効力がありますと。ですから所有権に基づいて A が C に対して明け渡しを請求することは認められるんだと。しかし一方で債権的な請求権というのは賃借人が賃貸人に対して有する権利とか賃貸人が賃借に対して有する権利とかで契約の当事者のみにおいて主張可能な相対的な効力を要する。この相対的っていうのは主張できる相手が、まあね契約相手に限られますと、まあ、そんなイメージですすぎませんと。そのため AB 間の賃貸借契約の当事者でない C に対して AB 間の賃貸借契約が終わったから明け渡しだという債権的な請求を行うことは認められません。まあ、もうちょっと簡単に言うと A と C は契約関係がないです。A と C の間には契約関係がないです。 A と C には契約関係がないんだから契約に基づくような請求はできないってことになるんですよ。まあこれはね本当法律を学ぶと基本的な内容なんですけども宅建試験の受験学習ではスコンと抜けてる部分なのでここはねこの機会に理解していただきたいかなってことで記載しております。はい。で O については A が BC 間の賃貸借を承諾していなかった場合A は当然に AB の賃貸借を解除することができるかってありますが、いや、これ当然にというところが×ですよね。解説ご覧いただきたいと思います。この場合、賃借人が賃貸人の承諾なく第三者をして使用収益させた場合だっても、これが賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、解除権は認められませんというね、まあ、宅建試験で必ず学習する重要ポイントです。ですから、当然に解除できるわけではありませんから、オアバスというふうになります。で、そうすると、正しいものを組み合わせたものは、E と A になりますから、3番が正解ですね。まあ、少々高度な内容ですけども、この水曜の宅建、生放送では、賃借権と地上権の違いとかもね、何度かピックアップしてまいりました。まあ、今後はですね、その民法の基本なんだけれども、宅建試験ではまだ記載のない、まあ、そういうテーマが狙われる可能性もかなり高い状況になってきてますので、ぜひこの機会に所有者であるという所有権を持っているという物件としてのね物件的請求権の話と賃貸借契約に基づくその契約に基づく債権的な請求、この区別をですね、まあ、今回の賃貸借の問題でですね学んでいただけたらいいんじゃないかなってことでの記載ですから、そこをねぜひ理解していただければと思います。水曜の宅建、次回のご参加もお待ちしております。ぜひですね皆様の宅建試験の合格、宅建試験合格後のいろんな学びにお役立ていただければなというふうに思います。はい、本日もご参加的誠にありがとうございました。仲間と一緒に楽しく学んで絶対に宅建試験に合格しましょう。